二本松県民リポーター斉藤とその仲間が安達太良山と岳温泉を紹介します。岳温泉は平安時代からその存在が知られる開湯1200年の温泉です。標高1700メートルなのに源泉が1500メートルにあるなんてすごいですね。そこで湯守の存在が重要です。一年中週1回湯殿に通った湯花をかけ、かき、きれいにする作業を行います。そうすると岳温泉透明だったお湯がミルキー色になります。温泉地の他に散策を楽しむ12種類があります。観光協会で代表販売リックとバレを貸し出しています。西野、ね、始めましょう。はい、はい、じゃあ取ります。はい、はい、よいしょよいしょよいしょ、取れるかな。そうだね。はいはい、取りました。いいのができました。来ましたね。はい、はい、はい、虎の虎の十字の虎です。できたかな。はい、さあ、できました。もうピッタ、はい、岳温泉名物黒豆焼き、美味しいです。はい、12最後のイノシシです。はい、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 ね、はい、ちょっと脱いでば、いいいいいい、十二種持ってきましたよ。岳温泉に行ってください。シェア。